ドリーム&ドリーマー。ここは別子銅山のお膝元、新居浜市。駅には多くの学生が。おはようございます。四国中央市です。の新居浜に歯科衛生学科ができて、実家から通うことができているのですごく嬉しいです。今回は歯科衛生士を夢見る学生に注目。歯科衛生士を目指したきっかけは、歯医者がちっちゃい頃は苦手だったんですけど、いつもすごく明るく接してくれた方がいて、大丈夫だよっていつも声かけてくれて、憧れて歯科衛生士を目指しました。ここが私の学校です。行ってきます。 JR 新居浜駅から徒歩5分、ここが川原医療大学校新居浜校。この学校に3年前新設されたのが歯科衛生学科。この新たな学科ができた背景には、地域のある思いがあったんです。東洋地域にやっぱり歯科衛生学科のある専門学校がないということで、歯科医師会からもぜひ東洋に歯科衛生学科を作ってほしいということで頼まれました。資格を取ることが目的じゃなくて、資格を取って地域医療、特に地域歯科医療に貢献しようということで、国家資格に向けて地域に根ざす医療人として学生たちが頑張っています。そんな地域の思いを受け、この部屋では3年生が今まさに実習中。川原医療大学校新居浜校はアクセスの良さに加え、設備も充実。歯科医院と同じ環境で、しかも最新の設備で実習ができているので、現場と同じような環境で学ぶことができています。最初は全く知識がないまま学校に入学したんですけど、先生方のサポートもあって、今国家資格に向けて勉強を頑張っています。月に1回模擬試験があって、自分の成績の伸びを確認しながら、みんな合格目指して頑張っています。歯科衛生士の夢に向かって仲間と共に学びを深める高橋さん。彼女の目指す理想の歯科衛生士とは、しっかりとした知識を身につけて地域の方々に愛されるような歯科衛生士になりたいです。東予地域に密着。歯科衛生学科、医療総合科、医療事務科の3学科を有する川原医療大学校新居浜校は、JR 新居浜駅から徒歩5分の好立地。ご覧の日程でオープンキャンパスを開催します。ぜひご参加ください。